皆さん、こんにちは。ガラスの10代でも有名な歌手佐藤博之さんが光源氏を脱退した本当の理由は何？今日は佐藤博之さんのことについて紹介します。まずは佐藤博之さんの経歴とプロフィールから紹介します。佐藤博之は千葉県鎌ケ谷市出身の歌手、俳優であり、男性アイドルグループ光源氏の元メンバー。身長168cm、血液型 AB 型。ウィキメディア、中学1年の1983年5月3日にジャニーズ事務所に入所、光源氏のメンバーとして、1987年8月19日にレコードデビュー。光源氏時代のイメージカラーは水色だった。1994年8月31日、大沢みきおの脱退意思を知り、光源氏は7人でなければ意味がないと思い自らも脱退を決意。大沢への相談等は一切なく、独断により大沢と共に光源氏及びジャニーズ事務所を脱退。その後はソロで CD デビューし、ライブ活動やイベントを中心に活動。2000年にバンド POE を結成し、ボーカル、ギター、キーボードを担当。2011年6月、諸星和美、山本純一と共に、中部の東日本大震災復興応援歌、リスタートに参加した、今でも伝説のスーパーアイドルとして、語られることの多い、光源氏。現在では、諸星和美さんや、大沢みきおさんの活躍が目立ちますが、その他のメンバーの活躍はあまり耳に入ってきませんね。佐藤博之さんは、光源氏のメンバーだったのですが、メンバーの中で最も地味と言われ、地方の土佐回り担当だったようですが、現在は最も望んだ活動を続けていると評判になっています。その他、元光源氏の現在や脱退理由については、こちらでご紹介しています。佐藤博之さんは光源氏脱退後に、ジャニーズ事務所も退社しました。その後、源氏車という個人事務所を立ち上げソロデビューを果たし、現在はイベントやライブを中心に活動しています。この事務所名はおそらく、源氏車という平安時代に貴族が乗っていた牛車の車輪をかたどった模様が由来と思われますが、脱退した今でも光源氏時代を忘れないようにという意味も込められているようにも思えますね。2016年8月にも東京、名古屋、大阪の三大都市でライブを行う予定が、公式ホームページに記載されています。元メンバーの中で純粋に音楽活動を続けているのは佐藤博之さんくらいなんですよ。ファンの方は光源氏時代からのファンが多いようで、ライブに行かれた方のブログなどを見ると派手さはないがしっとりと楽しめると評判になっています。佐藤博之さんは光源氏解散に伴ってのジャニーズ事務所脱退なのかと思っていたのですが、実は解散前に脱退をしているんですよね。なぜ伝説とまで言われた人気アイドルグループを解散前に脱退してしまったのでしょうか。その真相はこんな理由でした。佐藤博之さんの脱退時期は同グループの大沢みきおさんと同時でした。諸星和美さんは最近になって当時の話をする機会が増えていますが、それらの話を総合しますと解散を決定。解散する前に大沢みきおさんが脱退を決意、それを聞いた佐藤博之さんも脱退を決意という流れだったことが分かってきました。当時の光源氏の人気というのは本当に恐ろしいほどのものでした。実家もファンの突撃に遭い、家は覗かれて電話番号はすぐにバレるというような状況。当然 SNS などのない時代でしたから、ファンなどのへばりつきは半端なかったことが伺えますね。諸星和美さんは当時を振り返り、メンバー同士の仲は悪かったとテレビ発言したり、大沢みきおさんと山本純一さんの対談では絶対的な上下関係だったという裏事情が暴露されていました。年齢に差があり、そこに大きな上下関係があった光源氏、そして圧倒的な一番人気だった諸星和美さん、メンバー間での話し合いはあまりなかったようです。限界状況での活動で心も体も疲れ切っていた光源氏は、諸星和美さんが解散を提案。
誰も反対するメンバーはいなかった、とモロホシカズミさんは語っています。その中で、大沢みきおさんが俳優を志し、解散を前にして脱退を決意します。佐藤博之さんはその話を聞いて、光源氏は7人でなければ意味がない、と考え、一人抜けるのなら、と、大沢みきおさんと時を同じくして、1994年8月31日に脱退を決意しました。光源氏が解散した時期は、人気も少しずつ低迷してきている中であり、ビーイング系と呼ばれるワンズ、ザード、ディーンなど、アイドルからアーティストへと、人気の変遷があった時代でした。また、ジャニーズ事務所から、これまでのアイドルとは違い、お笑いも担当するスマップが登場するなど、変革の時でもありましたので、光源氏、解散の決定は世間の流行の流れの中で、仕方なかったのかもしれませんね。それでも、光源氏の解散は当時大きく報道され、ファンの悲しみもテレビで大きく取り上げられました。ミュージックステーションへの最後の出演時、ローラースケートを舞台に置いて去るという演出は今でも印象に残っている人は多いのではないでしょうか。現在、ミュージックステーションの視聴率が一桁台とかなり低迷していることが話題になっていますが、光源氏の最終出演時の視聴率はすごいことになったとニュースで言っていたのを覚えています。同時に脱退した大沢みきおさんは後に結婚し、北島麻衣さんと裁判沙汰を繰り広げていたのは記憶に新しいところですね。佐藤博之さんは現在も独身ですが、どういうわけか子供がいると噂になっているようです。真相はどうなのでしょうか。はじめにお伝えしておきますが、佐藤博之さんは現在も独身です。なのになぜ子供がいるのではないかと噂になっているのでしょうか。実は光源氏には佐藤姓が二人いました。そう、もう一人のメンバー佐藤敦弘さんです。佐藤敦弘さんは元グラビアアイドルの橋本彩さんとのプリクラが流出し熱愛がスクープされたことがあります。プリクラにはビリーズブートキャンプ大変だったでも頑張るワポとコメントが書かれていることが確認できます。ワポとなりましたが、どうやら二人でダイエットに励んでいる様子が伺えますね。当時は同棲状態という報道でしたが、佐藤敦弘さんと橋本彩さんとは、このプリクラ流出以降、熱愛の情報は上がっておらず、二人の結婚報道もありませんので、破局してしまっているようですね。また、こんな話もあります。同じくジャニーズのアイドルセクシーゾーンの佐藤勝利さんが佐藤敦弘さんとの子供ではないかと噂が立ったのです。これについては名字が同じだけで面白がって噂を流しただけのようですが、念のため画像を比較して確認してみますと、そんなこともあってもっともらしい噂になって広まったということなのでしょう。少し話が外れましたが、結論、佐藤博之さんに子供がいるという噂が上がったのには子供がいる疑惑が浮上した佐藤敦弘さんと佐藤博之さんを混同してしまったというのが原因で間違いないでしょう。佐藤博之さんは佐藤敦弘さんとは違い、これまでに浮いた話もなく交際報道も出たことがありません。一般人の方と結婚しているならまだしも、この状態で子供がいるという噂は出ようがないでしょう。佐藤博之さんは光源氏の中でもちょっと地味な存在でしたから間違われやすかったのかもしれませんね。しかし光源氏が解散した後、本当に自分のやりたいことを現在も続けているのは佐藤博之さんくらいなんじゃないかと思っています。諸星和美さんはテレビで顔を見ることもありますが、使われ方が昔の話の暴露要因みたいになってしまっていますし、大沢みきおさんに至っては状況的にかわいそうではありますが、自虐ネタのタレントといった感じ、もちろん皆さん芸能界で生き残るためのキャラ設定であり、それぞれに凄まじい努力を仕立ていることと思います。しかし運が大きく絡む芸能界、こうして好きなことを続けていられる佐藤博之さんは幸運でもあったし、すごいなぁと素直に思います。今後も活動を続けていってほしいと思います。光源氏のメンバーは、
解散後もそれぞれに活動を続けていますが、全員が仲良くしているわけではありません。特にジャニーズ事務所に残留した内海浩二さんと佐藤敦弘さんと、退所した大沢みきおさんと佐藤博之さんの間には溝があると言われています。また、元メンバーの北浩二さんが暴露本「光源氏へ」を出版したことも話題になりました。この本の内容は、ジャニーズ事務所の裏側やジャニー喜多川氏の少年愛などを暴露したもので、衝撃的なものでした。このようにメンバー間には不仲説や不祥事があることが再結成の障害となっている可能性があります。光源氏の再結成はジャニーズ事務所の意向にも左右されます。ジャニーズ事務所は元メンバーの大沢みきおさんと佐藤博之さんを解雇したことで彼らとの関係を断絶しています。また内海浩二さんと佐藤敦弘さんも現在はエージェント契約という形でジャニーズ事務所と関係を維持していますが、専属契約ではありません。このようにジャニーズ事務所と元メンバーの契約状況や権利関係は複雑であり、再結成を認めるかどうかは不透明です。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。